どうも皆さんこんにちは、野良猫です。今回からですね、レイトン教授と奇跡の仮面実況プレイしていきたいなと思います。こちらはですね、レイトン教授シリーズ、5作品目ですかね。映画も含めると、6作品目な感じですかね。いよいよですね、こっからですね、3DS に変わっているので、謎もね、3D を駆使した謎になっているんでしょうし、ストーリーに関しては全然わかんないので、やっていってみようかなと。奇跡の仮面っていうぐらいだから、仮面が関わるんでしょうけど、では名前は、野良猫で、行きましょう。PV をパッと見た限りだと結構賑やかな街の話ですかね。ここ。毎日ショーやってるみたいなね。この街がモンテドールなんですね。ああ、小さな宿から始まって、たった18年でこんな大きな街になった。すごいね。すごいですね。だから、この街を奇跡の街と呼ぶ人もいる。優秀な人たちが集まってんのかな。奇跡の街ですか。大富豪がスポンサーについてるんですかね。いきなり謎、深まる謎。奇跡の街モンテドール、華やかなカジノシティモンテドールは、カジノシティだからさ、結構その、裕福なね、人たちが、そこでお金を落としててくれるから、だいぶ、ね、それで、財を安定させたんじゃないですかね。小さなホテルからたった18年で、大きな街。発展したことで知られている、街でもある。モンテドールは一体どのようにして大きな街へと発展したのだろうか。主な産業は何でしょうね、ここのね。ここでしか得られないものとかもあんのかな。序章、カーニバルの夜。PV をね、見た感じだと登場人物が結構多そうなので。お、3D になっている。それにしても街の光が美しいですね。ルークが 3D になっている。一見すると美しくて平和な街に見えるが、こんな形だったのかという。この街で起こる恐ろしい事件ってどんなことなんでしょうか。さあね、今回の一件の依頼主であるシャロワ夫人の屋敷へ行ってみないことには何とも言えないね。ルークの顎の下をちゃんと見れるなんて。夫人の屋敷が見えてくるはずです。 3D ならではですね。ルークの顎の下をちゃんと見れるなんて、立体的に。どこもかしこもキラキラで、なんだかテーマパークに来た気分です。ほんとそうだね。カジノつったらあれ思い出しますね。最後の時間旅行の時の。まるで穏やかな日常生活から切り離されたかのような、夢と希望の別天地、それが奇跡の街、モンテドールなのさ。いや、こんだけなんか、光とかでね、キラキラしてると、夜眠れねえんじゃねえかっていうそういう不安を感じちゃうんですが、明るすぎてね。ところでレイトン先生、こんなにも賑やかで楽しそうな街なのに、本当に事件なんて起きるんでしょうか。いや、そういうとこに限って起きるじゃん、いつも。確かにカーニバルの様子を見ていると、そんな事件とは無縁の場所なのではないかと疑いたくなってしまうのも無理はないが、しかもさ、たった18年でここまで発展したんでしょう。相当な金も動いてることでしょうから、それだけ闇も深そうだなと。ともかく私たちにはまだ情報が足りない。少しずつ調査を進めながら先へ進むとしよう。街の情報も集めつつ、依頼人のところへ。そうですね、じゃあ早速調査を始めましょう。 3D だからみんな機敏に動くね。レイトンもルークも。ルーク、ちょっと待ってくれ。その前に調査の方法を覚えておこう。今までと少し違うからよく聞いていてくれ。なるほど、 3DS からちょっと変わったのか。はい。なんかイメージ的にレイトン教授 VS 逆転裁判の時の感じに似てそうだけど。下画面の隅にある調査アイコンをタッチすると調査モードに切り替わるよ。調査モード中は虫眼鏡カーソルが上画面に表示されるんだ。こんな風にね、
はいはいはい。タッチペンで下画面をスライドすると虫眼鏡カーソルをグリグリ動かせる。線を引くようにスライドするのがコツさ。あーなるほどね。まあ、スライドさせて、あ、これはレイ逆と一緒だね。そして虫眼鏡を動かしているとオレンジ色に光ることがあるんだ。反応を示すポイントを見つけたら今度は下画面をちょこんとタッチしよう。そのポイントをチェックすることができる。あのメダルとかね、コインとか、見つけられたりとかもするんでしょうしね。虫眼鏡を動かすときとは違ってつつくように短くタッチするのがコツさ。2つの操作をうまく使い分けていこう。下画面をグリグリスライドして動かす。下画面を短くタッチしてチェックする。なるほど、覚えておきます。まあその要するに全部その下画面でやるよと、まあ、そういう風に覚えておけばいいわけでしょ。それじゃあ早速調査をしてみよう。気になるところをチェックしてごらん。まずはタッチで、ああこんな感じで探せると。で、タッチと。活気を帯びた街並みがなんともまばゆいね。これだけ明るければ夜道もへっちゃらです。まあ確かに夜道、いや賑やかすぎてほんと眠れねえよこんなキラキラ、あんな感じでね光り続けられたら。じーっと見てると目がチカチカします。そう、目にも良くないわ、目にも良くない。うん、間近で見ると圧倒されてしまうよ。ちょっとね、教育衛生上良くないんじゃないですかね。やっぱだこういうところに子供連れてくるのも。夜遊びを覚えちゃう。もしも迷子になったら、あの大きなテントの下で、待ち合わせしましょう。あ、ここじゃないよね。ここじゃなくてこの下ですよね。夜風になびく旗を見ると少し心が高揚するよ。あ、心なしかレイトンさんもテンション上げ上げな。なんだこの人は。何ですかこれは。どういう状況ですか。ムギギギギ。コマーニ。コマーニさんが困ってらっしゃるようですね。あの人すごい量の風船ですけど、なんだか様子が変じゃないですか。いや、ああいうエンターテイメントなんじゃないですか。エンターテイナー、コマーニさんじゃないんですかあれは。どうやら彼はお困りのようだ。放っておくわけにもいかないな。絡まっちゃった感じですかね。なんかよくわかんないけど。なんか誰かにいたずらされたのか、なんかこう風船こういじってたら絡まっちゃったかどっちかですね。うーぐぐぐ。すっごい苦しそうですけど、大丈夫ですか？そういう趣味なんですか？カーニバルを盛り上げるために風船を飛ばさなきゃいけないのに、紐が絡まっちゃったんだよ。このままじゃ風船が飛ばせなくて、団長からのお仕置きがブルブル。困るよ、困っちゃうよ。お願い君たち、僕を悩ましく締め付けるこの紐を解いて。早速謎ですかねこれは。あ、もう完全冷却の時と一緒だなこれは。謎001、風船を飛ばそう。ひらむけ指数は20ピカラット。最初の謎ですね。おっちょこちょいなピエロが風船の紐を体中に絡ませて困っている。紐をほどいてピエロを助けてあげよう。下画面パネルの黄色いポイントをタッチすると左右の紐を入れ替えることができるから、あ、なるほどね、入れ替えながら最低3回のタッチで4本の紐を全て一直線に戻せるよ。はいはいはい、まあ、やってみましょうか。左右入れ替えるんだよね。ちょっとあんましよくわかんないですけど、まあ、絡まってるところ、はい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 。あ、ちょっとほどけてきたな。あ、なるほど、やはりそういうことになるのか。となると、本当にあのパネルの部分を入れ替えるってことか。
そうなってきますと、まあ、これやってかなきゃわかんない。あ、結局やり直しできるか、これ。まあ、じゃあいろいろ試してみよう。ここはどうなる？ああ、あ、逆に閉まっちゃったと。はいはいはい。じゃあこの下かな？あ、だいぶほどけてきてるね。あとは、そうだね。入れ替えればいいとなると、こっちの方がいいんですかね。あ、よし。ほどけましたね。これが私の答えだ。なんか変な顔してなかった最後あいつ。コマーニさん。謎は解けるから謎なのさ。喜んでんのか喜んでないのかよくわかんない表情してなかった。おわ。ほどけましたね。正解。なんとか間に合ったかな。これで風船が飛ばせるね。一回ミスったから4回とかか。ピカラットについて。ピカラットとは謎の難しさを表す指標です。いや難しいのとか出てきますからね。えげつないの出てきますからね。ピカラットを集めると物語のエンディング後にセーブしたファイルで秘密のモード内のシークレットファイルに入ると、合計ピカラットに応じていろいろなおまけが出現します。お楽しみに。おー、なるほどね。じゃあなるべくピカラットはたくさん集めた方がいいということですよね。ああ、ありがとう。これで風船を空へ飛ばせるよう。まあ、風船も持ってねえぞ。どっか飛んでたんじゃねえのか。いや、礼には及びませんよ。それじゃあ今日のパレード最後まで楽しんでいってね。憎らしい顔してましたね。わあ、ほんとなんか、そうか、カーニバル、カーニバルの街、奇跡の仮面。でもお祭りってなんか歩くだけでウキウキしてきますね。ああ、カーニバルを楽しんでいきたいところだが、今は夫人の屋敷に急ごう。はい、残念です。まあでも楽しんでてもいいんじゃない。解決してからゆっくりと楽しめばいいさ。うん、結局楽しむことになる。あ、先生、何でしょう。早速事件が。ハートが今動いてたな。仮面だと。石？ルーク！ルークの走り方が変。危ねえ。危ねえ。石になってる。これは何なんだ。石像。これもなんかからくりがあるんでしょうね、おそらく。石だ。人が石になったんだよ。なんだお前。お前も何なんだそれは。お前もともと人なのか、お前それは。なんだって。なんだって。あんたたち見たか？そこに倒れているのは石像なんかじゃない、人だよ。人が目の前で石に変わったんだ。いや、あれじゃないですか、実はさ、我々の時を止めて、こっそり石を持ってきて元の人間と入れ替えるみたいなことしたんじゃないんですか。人が石に、そういう薬で眠らせてさ。そんなことがあるわけないです。まさかこの石像は人が石化したものなのか。そんなことが、そんなことができるわけないですけど、ただその石像を用意するのも時間かかるから、まあ、結構大掛かりな仕掛けですよね。あれは、お、ん、何かを見つけた。ごきげんよう諸君。デスコールか。奇跡の紳士だ。今宵も私の奇跡、楽しんでいただけたかな。奇跡だらけだな、この町は。この町の住人たちに警告する。やがてこの町は
破滅へと導かれるであろう。この仮面の魔力によって。これが奇跡の仮面。なんだこりゃ。平然と空飛んでったぞ。教授、ルーク、追いかけましょう。ルミ。よし。先生。ルミはもともと一緒に来てたのかな。平然と当たり前のように現れたけど。これですか。ロバじゃないこれ。馬じゃないよね。馬からあれ。急ごう、レミ、ルーク。はい。待ってくださいよ。ベロが、ベロをしまいなさい。奇跡の紳士、うん、いや、あれも絶対いろんなからくりの。なにこれ、なんか始まる。なんか始まりました。こういうの苦手だわ。奇跡の紳士が飛んでいく方向に注目して道を間違えないように追いかけましょう。分かれ道には気をつけてください。はいはいはい、分かりました。やってみましょう。さっと短い線を引くように下画面をスライドすると馬が左右に移動します。あー、はい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 。樽にぶつかると馬がよろけてスピードダウンしてしまいます。なるべく避けて進むようにしましょう。これ失敗したらもしかしてゲームオーバーですか。マッハニンジンを拾うと少しの間樽を蹴散らして猛ダッシュで進むことができます。奇跡の紳士を追いかけましょう。ちょっと待って、気をつけてください。これ待って、全然見てなかった今。あいつどうなってるの。ちょっと集中するわ。はいはいはい、これならいけますよ。ちゃんとあいつを追いかけていかなきゃいけないわけですよね。人参なんてどこにあるんだろう。いいですよ。あ、あったあったあった、その調子です。うわー。ルークついてこれてんのかな。ルークなんか変な馬だったから。あ、なんかやばいやばいやばい、やばくなってきた。なんかやばくなってきた。いいですよ、その調子です。やばいぞ、ガンガン当たっちゃった。これあと一息です。行きましょう。これゲームオーバーはないみたいですね。ガンガン当たってるけど、ああ避けちゃった。どうやって飛んでんだろうな。絶対なんか科学の力だろあれ。種も仕掛けもあるのがレイトの世界ですからね。あ、こっち向いてる。あ、でももうちょっとで追いつくね。ルークもなんかあの馬使いこなしてきてる。ルークも速くなってきてるな。ん？あっ、まさか煙玉か。ま、円負けだ。ルークだけ。あ、先生、あそこです。あ、いない。どっかで降りたか。はあ、謎ですね、これも。どうやってこいつは空を飛んで。どうやら逃げられたようです。まあ、グライダーみたいな感じで、飛んでて、で、途中でどっかに飛び移ったのかな。ああ、そのようだね。あれが奇跡の紳士、何者なんですか？まさか、本当に奇跡を起こせるんでしょうか？デスコールかなと思ったけど、ちょっと違う感じではありますね。渡部さんじゃなかったからね。
人が石化する奇跡。パレードが行われている大通りで、多数の人々が石になってしまった。周囲にいた人々は被害者が石になる瞬間を見たというのだが、これは本当に奇跡なのだろうか。人がいなくなったパレード通りには、元は人間だったと思われる石像がいくつも転がっていた。いやー、これは多分何かしらのトリックだと思うんですけど、その石化する、石になる瞬間を見たっていう人たちはみんな多分、なんていうかな、協力者というか。さすがに変わる瞬間、もし本当に見てたとしたら、それはもう魔法みたいなもんですからね。それは、奇跡と呼ぶしかない、不思議な光景でした。奇跡の街、モンテドールをめぐる、この不可解極まりない事件は、レイトン教授の元に届いた一通の手紙から始まったのです。なるほどね。どうしてこのモンテドールに来ることになったのかという話が次語られるようですが、そしたらじゃあ今回はここで終わりにしますか。でもちょっと早いな。もうちょっと進みますかね。第一章、奇跡の仮面。まあ、なぜその、レイトンさんご一行が、このモンテドールに来ることになったのか。ああ、すごい。奥行きを感じる。シャロー・レドールという女性を知っていますか？シャロー？ああ、昔の友人だが。シャロー？手紙が届いてますよ。手紙？あ、先生、僕が開けます！シャロー、懐かしいのだ。先生、どうぞ。ありがとう、ルーク。これは？また謎になってんじゃないの？どうしたんですか、先生。教授？奇跡の仮面が、なぜ？奇跡の仮面のことはもう元々知ってたのか、レイトンさんは。親愛なるエルシャール、私のことを覚えていますか？シャロアです。もう18年ぶりになるのでしょうか。突然の手紙で驚いていることかと思います。今日はお願いがあってお手紙をしました。あなたに私たちの町モンテドールを救ってほしいのです。モンテドールでは今次々と恐ろしい事件が起こっています。このまま放っておけばこの町は滅んでしまうかもしれません。これはあの奇跡の仮面の呪いなのでしょうか。詳しいことは手紙では伝えることができませんので、会ってからお話ししたいと思います。このシャロワさんもレイトンさんも奇跡の仮面に私たちの町を助けてください。何らかの関わりがあるのか。私はモンテドールにあるヘンリー・レドールの屋敷にいます。あなたがきっと来てくれることを信じています。シャロワ・レドール。ヘンリー・レドールってそのモンテドールって町の偉い人だよね。何ですか、奇跡の仮面って。なんか知ってるみたいでしたもんね、レイトンさん。ドーン・ノーラン著書の古代史によれば、奇跡の仮面は存在が立証されていない古代文明の遺産とされているの。まあ、存在自体は立証されてなければもう都市伝説レベルじゃないそれ。そしてその本にはどんな願いでも叶える秘宝と記されていたわ。まあちょっとうさんくさい感じではありますね。レミ、君がなぜそれを。そうだね。いえ、以前古代文明について学んだことがあって。レミってなんか結構謎の多い女性なんだよな。そうか。間違ってましたか？いや、その通りだよ。奇跡の仮面ってそんなに有名なんですか？そうね、古いことが好きな一部の人たちにね。しかもそんな奇跡の仮面がモンテドールには現れてますからね。でも仮面に呪われたってどういうことでしょうか？この手紙からは詳しいことまではわからない。ところで、シャロワ夫人とはどういうご関係なんですか？昔の恋人とか？18年前だからね。ってことは、まあ、クレアとは出会う前だから
まだ学生の時か。いや、そういうわけじゃないんだ。シャロアは私が学生時代の幼馴染みたいなものさ。そうなんですか。幼馴染からのお願いじゃ引き受けないわけにはいきませんよね。まあ、そういう知り合いからのお願いは断れないですからね、レイトンさんは。あ、まあ、そうだね。幼馴染からじゃ仕方がないですね。会いに行きましょう、シャロワさんに。それにしても、手紙にある恐ろしい事件って何のことでしょうか。気になりますね。18年前っていうのがいっぱい出てきますね。奇跡の仮面の謎。奇跡の仮面には隠された呪いの力があるという。奇跡の紳士が起こしている事件は全て仮面によるものだと言われているが、それは果たして本当なのだろうか。私の知っている奇跡の仮面にはそのような力はなかったはずなのだが。ああ、レイトンさんは、ちょっと知ってはいるんだね。まあ、じゃあやっぱりなんか裏で、いろいろうごめいてるんでしょうね。恐ろしい事件ってこのことだったんですね。戻ってきましたね、時が。手紙の内容からすればこの町では今までにも今夜のようなことが何度か起こったと考えるべきだね。レミ、何か分かったかい？なるほど、いろいろ調査してもらってたのか。はい、町の人たちの話によると、奇跡の紳士は1ヶ月ほど前に現れたそうです。何でもそれ以来、今夜のような危険な奇跡で町に騒ぎを起こして回っているとか。はあ、何のためにやってるんですかね。まあ、そんなことしたら評判落ちちゃうしさ、この町の。まあ、評判を落とすことに目的があるの、それとも奇跡の仮面を、この人たちにね、この町の人たちに知らしめるためにやってるのか。あえて奇跡の仮面を出すことで何かメリットがあるってことなんですかね。こんな事件を起こすなんて信じられないですよ。せっかくのパレードが台無しですよ。まあ、ある意味あれもショーの一環と考えれば。まあでも石化された人もいるわけだからね。警察の動きが気になるところだね。一応犯人逮捕には動いているそうですが、奇跡の紳士の正体を突き止められずに捜査は難航しているって噂でした。今のところ事件の手口も分かっていませんし、容疑者を絞るのも難しいみたいですね。そうだね。そうか、ではまずは現場調査からだね。石化した人たちを調べてみよう。あ、じゃあそしたらですね、今回はじゃあここで一旦、切ろうと思います。何やらね、レイトン教授と奇跡の仮面、怪盗キッドみたいな奇跡の紳士なるものが、まあ、その仮面をつけてるみたいで、また波乱の予感ですね。ではですね、レイトン教授と奇跡の仮面続きをやっていこうと思います。ではこのパレード通りをまずいろいろ調べますか。まるで石像のようですが、元に戻れるのかな。これが本当に元人だったのかってところが俺は怪しいと思うんだけど、石になった人の表情が恐怖を物語っていますね。まあ、後にね、こういうのを作る職人みたいな人出てくるんじゃないんですか。石像職人。どこからどう見ても完璧に石になっています。この人たちは助かるんでしょうか。いやいや、レミさん、レイトンさんなんかね、黄金になったことがあるんですよ。なんとかなるでしょう。僕たちも運が悪かったら石になっちゃうところでしたね。念のため事件現場を取っておきますね。この先は何が起こるかわからない。気を引き締めていこう。はい。あ、教授、誰かこっちに歩いてきましたよ。話しかけてみましょう。あ、嘘。この人、魔人の笛にも出てきた人じゃない。まずこれ調べていい？これ、何これ？あ、
これここのこの石像の、まあ、関係者かな、悲しんだのか、いやなんかこれ何、人犬人かな、まあいいや、まあ、チェックしても特に何もなさそうなんで。あなた、そう、アルダス。今夜はホットなカーニバル、私とあなたのディスニー、ごきげんよう、ジェントルマン。そっか、あなた、ヒゲマフラー的な、そういう役割を担っていましたね。まあ、チュートリアルのアルダスさんと。あなたは、また会いましたね。ふふふ、お元気そうで何よりです。はるばる観光に訪れた先で、あなた方と再会できるとは、思ってもみませんでした。おそらく次の作品でも会うことになるでしょうね。そう、私も観光客らしくウキウキした気分でパレードを楽しみにしていたのですが、もう少しで石にされてしまうところでした。あなたが石になるのはね、なかなか見物な気がしますが、とまあそんなことよりも早速本題に入るとしましょう。本題って、実はこの辺りに木箱をご用意いたしました。まあとにかくお手持ちのタッチペンを使ってぐりぐり探してみてくださいよ。あれですかね、またコインを用意してくれたんですかね。え、どこどこ、木箱なんてどこにも見当たりませんよ。まあまあ坊ちゃん、深呼吸でもして落ち着いてくださいな。その探し方では見つからなくて当然です。え、探し方が悪かった、一体どういうことですか。よくぞ聞いてくれました。今こそズームを使う時が来たのです。あー、これは新しい機能だな。ズーム、一体何ですかそれ。虫眼鏡で調査をしていると普段と違うブルーな反応を発見するはず。それこそまさしくズームポイント。ズームポイントを見つけたら普段通りに下画面をタッチしてください。さささ、どうぞ。どこ、あ、なるほど、奥に行けるよってことか。わ、こんなところに木箱が隠れてました。エクセレント。こんな風に隠れたものを探したりするとき、とっても役立つテクニックなのですよ。なるほど、メモしておきます。青いところはタッチするとより詳しく見れると。それではそのまま目の前の木箱を調べてみてくださいな。まあ、より複雑にはなってきましたね。ちょっと大変にはなってきたからな。きらめきコインを発見。まあ、これは大事ですからね。大体は余るけどもね。そう、それがひらめきコインです。謎が解けなくてヒントが欲しくなった時、そのコインが力を貸してくれるのです。まあ、積極的に使っていこうかな。まあ、大体の場合、余るからね。ただしコインの数には限りがあるので、調子に乗って使いすぎてしまうと、後で泣くことになるかもしれません。ひらめきコインはいろんな場所に隠されているので、怪しいところひたすらチェックチェック、時にはズームと。まあそういうことですので、うまくズームを使いこなしてください。ありがとうございます、アルダスさん。ズームの使い方ありがとうございます。そうそう、ズームをやめたいときは下画面のズームやめるをタッチですということでまた会いましょうとアディオス。なんかイケメンな振る舞いでしたね。行っちゃいましたね。ではズームをうまく使って調査を進めていくとしよう。はあ、なるほどね。まあここはじゃあもういいんでしょうか。離れてもズームやめるをタッチすると元に戻ると。さっきまた青いところが、さっきから気になってたんですが、向こうに見えるあのテント大きいですよね。カーニバルの飾り付けでしょうか。ああ、きっとそうだろうね。電飾や旗が取り付けられていて実に華やかだ。この辺りのメインストリートはひときわお祭りムードって感じですよね。もっと近くで見てみたいです。早く向こうまで行ってみましょうよ。まさかこれもズームですか。慌ててはいけないよルーク。その前に移動について説明しておこう。あ、カバンアイコンがあるわけじゃないからな。ここ、あ、カバンアイコンじゃない、靴アイコン。
今度は靴アイコン使わないのかな。もっとそうでした。あ、靴アイコンだわ。調査モードの間は下画面に地図に戻るボタンが表示されている。これをタッチすると調査モードから移動モードに切り替えることができるんだ。あ、やっぱ進化してる。オレンジ色に光ってるマーカーは私たちが移動できる場所を示している。マーカーを直接タッチすれば移動できるよ。これ冷却と一緒だね。どうだい、簡単だろう。ふむふむ。要するに地図を見て行きたい場所をタッチすればいいってことですよね。まあ要するにそういうことですよね。そういうことさ。ではテントの方向へ移動してみよう。調査の基本は足からだよ。まあ、足というかもうワープしてる感じですけどね、感覚的には。したらじゃあ奥に、お、なんかでけえのが右下に。あ、そういえば先生、調査の記録はどうすればいいんですか。いいところに気がついたね、二人とも。よく聞いておいてくれ。これでやっとセーブができる。下画面の隅にあるカバンアイコンをタッチしてみよう。あ、じゃあセーブして、そこでまあパート1終わりにしようかな。調査を記録するならセーブを選ぼう。これまでのストーリーを保存できるんだ。これは謎視点だ。ストーリーの中で出会った謎を見たり、解いた謎なら再挑戦することもできる。解けずに後回しにした謎の場合は謎視点で見つけた場所が確認できるから、もう一度その場所に行って挑戦しよう。でもなんかまたあのね、謎おばさん的な人いるんでしょうし。深まる謎と調査メモはこれまでの調査内容がまとめてある。調査を振り返りたいときに便利だよ。みんなのエピソードはここでしか見られない。ちょっとしたエピソードを楽しむことができるんだ。あ、これ引き続きあるんですね。魔人の笛に引き続き新しいエピソードが追加されたらすかさずチェックしてみよう。そしてこれが謎解きプロフィールだ。ここをタッチするとプロフィールに関する確認や設定をすることができる。プロフィール？手に入れた肩書きやデザインを組み合わせ自分だけのプロフィールを作り上げるよ。デザインはゲームコインで増やせるよ。へえ。すれ違い登録をすれば、あ、そういう系のやつね。あ、それは別にいいです。よし、カバンの使い方も覚えたし、弟子としてまた一つ成長しましたね、僕。まだ話を聞いただけじゃない。ちゃんと使えるようにならなくっちゃ。成長したとは言えないわよ、ルーク。一番弟子なのに小生意気な娘が参加してきたなと。さあ、カバンを使いこなして調査を進めよう。あ、レミの奇跡調査がリストに追加された。そしたらですね、じゃあ今回はここで、終わりということにします。ではじゃあここでセーブして、まあ、じゃあ次回、またね、調査を再開していきたいと思います。では今度こそご視聴ありがとうございました。